裏向き出すだけ。例えば、あ、まあからくり今全然ないからあれだけど、まあ、これがから全部からくりでした裏になって、うん、ここに木が1、2、3ってあるの、うん、でからくりを組み立てる、何 X 個組み立てる、まあ1個組み立てるだったらこの一番上のやつを見て、このからくりを1、2、3のどこかに置きやすい。で例えばこれをそれ通るんですよ、通るしねえだから俺あの次のアップキープに誘発するとそうそうそう、あそのからくりの、まあ、例えば誰でも何でもいいんだけど、ね、その1、2、3のところ3に置い、あのからくりを組み立てた時点で3に置いてスタート、あでアップキープに必ずこれが1個ずつ、ああじゃあすぐ誘発するわけじゃないんだ、そうですね、ああなるほど、でだからあのであのこの1に置くとかは、例えば2個組み立てるとかだったらこう置いてもいいし、こうでもいいし、こうでもいいし、ああなるほど、それはもう10万ずつ、それは自分の好きなやつっていう感じです。1個目のからくりは絶対3番目、あのからくりって、まあそう、スタートが3っていうだけだから、なんかそっちも別に結局できないのかな、1がスタあのアップキープで1になるからっていうことで3に置くんだろうけど、気持ち的なもすぐ使えないように3に置くってことはバシッて3に置いてありがとうございます、ということです、了解です、はい、ごめんね、はい、じゃあ、カットしたのからくりを組み立てるっていう4枚待って不審だ確かになんかあの最初マオクロポンにしてはなんかクリーチャーいるしっていうのであれで読めないですね、確かに1戦目のマッチだと思ってた、最初はグッチャキっぽい、我慢使ってすぎだね、俺多分ねあれ入ってんな、ホイールがいきなりあるんですよ、もう分からんじゃとりあえずキープするわ、あ、分かんなかったこれ、はい、悪い
くわかんねえな。怖い。俺もこれもわかんねえな。大丈夫、大丈夫。とりあえず、とりあえずすればいいと思う。
ウェンディースクリーチャーインタッドバトルフィールド有名アンタップターゲットパウンアンタップターゲットパウンでも、まあ、アンタップするスパーティーえあれこれやつだけで頑張って嘘はいじゃあ立ち持ってきます、はい、それしょうがないんでオーディナリープニーか有名エグザイルターゲットノンフェイスコースクリーチャーユーコンドル何これをファイア離れるまでまさか成功する系ですかこれはこれもしかしてクソ強いんじゃないですか、はいうわー、よく教えないですよ、ね、いや、だって一番追放状況だったら自分の追放状況がそんなことないんですかあなたは本当していて、生まれないクリーチャー言っちゃ大事だあなたはそれを追放状況、それをオーナーのコントロールから感情に戻すと選んでもよいはあ、ブリンクするんだ、はい、選んでも良いだから、一旦いらないか、はい、終わりこれさ、首だった方が面白そうだよこれじゃこれが一時間あったらどっちで反抗やるってことですか。マジか。はい。あ、みたいな。実験をするって。はい。エネルギーを見たときに。はい。ここ10発出す。とりあえず一時間遅れて反抗をした。皆さんすでに3、3、3、解決済み。はい。皆さん、これなくなってたのか。普通だね。割と普通だね。コンバット、はい、クリーチャー指定前に消えるブリッキーのモード、はい、6ダイスでしょ、これ6ダイスでしょ、6ダイスでしょ、6面ダイスサイクリングします。ここまで楽しみです。6面大サイクル1つ。そのプレイヤーそのダメに一応失敗するライフル。クリちゃんをしてない。ターゲットポイント与えせないでね。ニーズ2でしょ。ちょっと待って。プリターをさせる効果確かあったよ。何の受けですか。じゃあまずカウンター1個ずつやってピン。はい。まず1個、はい、2個、後ろの方はい、後ろの方、7点、3個、はい、5、え、どこどこ？もう1個、はい、もうすべてのお肉だから死にまし青か、青、アンタップ状態の壁をタップしてサイコロを振り直させて2だから2だ別なんじゃロナスアンタップはロケットカウンター3機ロナスはいで以上でこういうことかこう移動したら手が単純に点の手次が4点はい、スイッチアップこういうことなんだよ。いや、どうしようもねえな。ハイドラのトランプルはもらいます。4点トランプ。4点トランプ。ハンドが2枚。はい。終わり。あ、しまった。なんか
ずプリースだったプリースだったでも来てくれたなんだよそれマイナスさんでちょっとぼち見してもらってこれから4枚までこれでマリオネットとっていうのどうだもしくは圧縮させて死ぬかっていうだけでこれなんか銀幕っぽくないよねこれなんかねはいありがとうございます次の棚はこっちが1枚しかないそのプレイヤーは自分がコントロールしているパーマネントを一つをキューブとしてくれた先に設置するようにのか何起きてるマナが7マナ7マナ見てからプレイしたらダメな感じだったら欲しかったちょっと待ってどっち開始にそのプレイヤーは戻ってさせれば自分じゃない自分かこれができないのはプレイヤーをコントロールするダメなカードってような気がする全然わかんない正解なのかわかんない。どういうことか。ナイスこれ。各対戦、あ、俺のアップキープじゃん。自分はコントロールしてパーマネントの窮屈な隠れ家だけに接するように動かす。これができないじゃな、そのプレイヤーが。そのプレイヤーがコントロールして、そのしていて、隠れ家に触れてるや各パーマネントそれで破壊するようなそれを切り捧げるって嘘つくないこれ意味が分かんない何してんの隠れ家だけに接するように動かすだから俺のターン迎えた方がいいんじゃないタッパーキープ、シャオキー起動して、なるほど。これが誘発しました。はい。コントロールしてパーマネント一つを。パーマネント一つ。接するより動かす。今起きてるクリーチャーはなし。なし。これで目に入って目がいいってこと？簡単じゃん、そう、なんか違うよね、絶対ね、それね。こんな簡単な話じゃないよね。どういうこと？それができない、そのプレイヤーをコントロールしていて、あ、トリックどんどん跳ねていく感じじゃないですか。あ、頑張った。はい。触れなくない。接するように動かすしてる可能性もあるんで、ちょっとこれどっちかっていうの。ああ、なるほど。とりあえず、他のカードに触れちゃいけないってことね。上に重ねちゃなんかあれだよね。つまんない。どういう味マリガンしなかったらか、マリガンしたらまでやる。それだけに接するんだから考えてみたらこういう置き方ダメなんだね。ダメだ、マリア。オッケー、じゃあ、こういうふうに動かすとさ、こういうふうに動かして交差すると、これにも触れてるってことになるから。そうは。つまり、いない負けではないけど、こちらで。だけに、だけに接する。だから、こう、交接させると、中が芝居に触れてるから、芝居がダメだったんだ。はい、ということは、考えておかないと、これ言っていいですか。アーフルはどうか簡単じゃん、そして一つだけだと簡単よね、これね動かしてもらったらいい手前2度はい触れていない、あ
だったらできるだけ持ってないけど。反射するんだよ。除去がなんかあるんだったらまだする。いらないやつから一番ないそうすると、だからこのどん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 これを繰り返していって、何かに触れてしまった時点で、これを生きりにささげて、触れてない部分だけ破壊する。そちらに。そちらに。だったら、誘発して、俺が1個動かすわけで、このこういう風に動かして、ワンチャンプを開けたのを、外側から開けたのを、で、その時点で、これ触ってしまったり、気にさせてください。もうやる。どうするで。さて、いいです。あ、いいです。はい。どうしないの？どうしない？はい。戦闘フィーズ。対象はね、私はね、どうせ対象になったらキャストされるだろうけど、一応排斥しちゃった。なんかこう、なんか表情を触っちゃったりとか、似てない。これを触るんだ。キャスト対象が、巨匠で。巨匠。もしかしたら、なんか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 、なんたまっちゃったもん。いや、そういうことね。はい。じゃあ、はい。いいですね。いいですよ。いいですね。ナチュラルに。はい、カード時代の後半強いですからね、全体的に。序盤さえしのげれば青黒コンよりにもなりますし、結構いいよね。やっぱ本戦だそうです。何か教えか分かんねえって言っちゃった。かなり青黒自体サイドからまっとうな青黒コンにもできそうです。なんか普通感じで行形だったんだよね。番組何するの。話してた。リス、リスバイニーが転倒するとき、ゲーム外がやばい、カードプレイしたかもしれない。ゲーム外です、ゲーム外。サンマナーで遅延ぐらいもいるし、はい、出たとき出す。今週話さないでやってる。それに寄りすぎるのね。あ、そう、5個エネルギー得ます。はい。なんか、あのカードみたいなの分からなかったんで、座ってプレイして、青黒かなと思って、そっから来るんで、やっぱメインは取る。うまく回られるかもしれない。やった何も起きない。ただ1日じゃなくて、何も起きないの。はい、失われた1日で、何も起きないのか、ごめんなさい。違うことが起きるのかと思って。ユレスとかはちょっと微妙ですね。あ、来た。
ギフト、それがこれがまず問題、これまず問題、これで4台これ考えないとさ、これ死んじゃうよね、これもね、思わさないといけないんだけど、でもギアハルクウィンがゼロではなかったちょっとあり、頑張って思わさないといけない、
これで。とりあえずまあどんなもんか集めたらしまった。思い出が普通のわけです。でも結構疲れそうだから。終わりかな。プライベート。なんか欲しいからあれば。出しますよ。これ使うときの感じで。あ、やったゴーラー。お、あれで一体押しときよかったな。いらないんだったら全部欲しいよ。これも、いや俺も何気にちょっと乗せたらあかんよ、これ普通に強かったよ、これアンタップと戦闘に入りづらいのは人気威迫のエンチャットなんだけど、お強いじゃん。これにエンチャットしてクリチャに誰かが触れると危険なことはいい。なんでか今それ何回でもいいですか、プレイクの触れるのは別に何回でもいい。あ、じゃあ死ぬえ、死ぬ。あ、でもまあそこはゲーム性なのか。え、殺すのここでみたいな。じゃあ10回振り回すあー吸われるでも相手なんですよね。違う違う、自分もエンチャンされてエンチャンとしてる自分もだよ、これ自分もっすか。あ、じゃあ触りながらこう避けたりできないんだよ。これもしかして相手のクリーチャーつけんのか、これ。ああそうかそうか。何のゲーム。なんかね、俺 ね、 あのね、なんかこういうのにこうエンチャンしたじゃん。もうなんかこう上からこう思いっきりやるじゃん、意外にこれ滑んねん。だからもう最終手段としてさ、こんなことやっちゃうプレッシャーいいのかな。ひどい。じゃあこれ爪か皮膚だし。ああ、そうですね。もう一番あったら危なかったんで。やったぜ。爪か皮膚。まあ、ひどい。ああ。ロンナス。よし。高速ほど。強いっすよ。出ました。じゃあ、終わり。これもダムだよ。ああ、カード見ながらナンバリング一応見て。出されたときに。やったけど、途中で心折れて。折れるわ。うん。折れるわ。ただちょっとそのうちまたやろうかな。やっぱコモンとかちゃんと揃って、やっぱアンコレアはなかなか狙わないと難しいから、フルコンプは。これいいな。こいつは、これって破壊されたクリーチャーだけ、クリーチャーの数じゃなくて、破壊されたクリーチャーだけ。これ結構何回も大量でいいですか。さすがに、負けなかったか。まあ、とりあえず、回収していただきますか。終わり。終わり。一応ワンボクはそう各7枚出ましたね、綺麗に。でトークンもあの重要なトークンが2枚ずつやってるように、やっぱ想定されてるのかなっていうのがありました。順番通りに、うん、じゃあやっぱり2パックね。おー掛けますね。ボーナス出なかった。やっぱり俺も抜くのだった。目安の時間過ぎましたので、脇でお願いします。あったかな、これ1、2枚はあった気がするんだよね。あとリストークも欲しい。リストはちょっと
全部のワンチャンやってます。まあ、追加で当たればいいです。いいですよね、このリース。これもなんか、どうしたお前。とりあえず乗り込んだ。いや、あっちゃうからね。1kg の無限リース用に、これにしました。やさぐれです。イエーイ終わり、はい、終わり、これコンバット、はい、バンパイアは俺も何のバンパイアだ、マジホモソリン、調和、はい、マジホモソリン、あ、よとしまお、やった、ストーブクロウだ。ダウンの、ダウンの、なんだっけ、ダウンのカラスだっけ、ぶっちゃけ、ダウンのカラスで、カラスのダウンから出るの、うん、ややこしい。え、このままセット2試合目とかして、3試合目がアクティブル、正直、その、グリーンネとかなんか、あと、残念な方ですけど、トン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 っていうか、むしろプラスになるパックですかね。これはいいんだよ、俺はこれが好きなんだ、うん、倍しなあと4万円あとね、遊んでくれてめちゃめちゃレジェンダリング20日よろしくね、氷20日は何時から作るの、あ、8時、8時、何時から思い出したい、はい、5000円です、なるほど、なんか下手なのがちょっと微妙なエレメンタルトークですね、今度はいい当たりましたね、今度は今度は今度はいい当たりもするです、6、1、8、1、1、サイクリング多分アンセブル何を向いたときに、あ、いいですね、6、1の指定入ってます、先生が2点もらいました、あ、マジでやった店長、ゴミトークちょうだい、これはい、なんか、グマジで、何がいい、はい、ほら、なんか、ありがとう、こっちさすがにさすがにこっちはさっき小室さんすげえなこっちどれをやるかって、え、この本体セントフィスマッチ、お、こっちも、お、いいですね、委員長、ちなみにオーブでポイルの土地って誰か見たときあるんですか、はい、あ、マルさん、マルさんもいいですか、マルさん、山井さん、あ、マルさん、マルさんカートンとか買い方カートンは買ってない、ボックス買いでいける、ロビーチャンしてあります、うん、1カートに1枚1枚ぐらいじゃないかな、うん、あの、あの、マスピー、マスピーと同じ、マスピーみたいな感じで、マジやめて、いやいや、買いましょうよ、買いましょうよ、そこにあるけど買いましょうよ、じゃあ、スタパッと買いますか、思ってさっきもう一枚だろ、あー、さっきのアイマスより無気読感がある、アイマスより無気読感もある、1枚要求、1枚要求、マジで手入れきるか少ないですからね、終わり、結構気持ちのカードがたまに入ってくる、この島とかすごくないですか、あ、こういうのか、ダメやな、これダメだ、やるよ、あかん、あかんやろ、それは全然出るけど、はい、いいプラスでいい、さすがにちょっと危ない、やった島3枚増えた、うん、これでモダンの島もこれできるじゃん、はい、お、ちょっといい、それね、サイコロ振ってね、あのタップするとね、もう一回振り直すし、できるお、強いじゃん、そう、それ、今回強いよ、それ04の壁ってのがまた強い、あとこれ6日の修正形だともう一回振れるんだろう、これで、はい、最終じゃないか、でもシングルで揃えるのは多分今のうちなんですかね、若干値上がって切れたら1000円台いくっていうのが今までの時ですかね、まあ、こだわらない人からするとラストコンって感じなんですけど、あ、それはね、構成攻撃っていう、構成先制攻撃が先にダメじゃない、だから全員相手のクリーチャーが先制攻撃みたいな、それを出したらトリプルストライクっていうのトリプルストライク三段攻撃、なんかあの赤のなんか、あ、いい、赤の無限パワーみたいなのいますね、1枚ハンドマン1枚、あ、いろいろ、あれユニフィニエレメンタルはのパワーは無限である、頭振り合い6マナでしたっけ、うん、なんか結構ちょっと落ちいいですか、はい、ん
ないね。忍者とりあえず、あの、こちらが何かっつうのはないんだね。おー、忍者か。ないね。これ、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 見た、見た、見た。これ出てるでしょ。あこれ、パッとくっつけるの。パッとくっつけるとな。これが。ででーん。くっつくの、はい、そう、くっつくの。これのコストを支払うことによって、これに合体っていく。これ自体は、大体バトルフィールドに出ると、終わり。